こんばんは、黒島です。今映ってるのはまあご覧の通りというか大黒型ですけども、60mm このね昆虫工具箱に入ってるってことでね、これ採集したんですよ。今日10日採集に行って初です。10日採集でね大黒を捕まえたの。やりました。まあね、大黒型まあ別に嫌いというわけじゃないですけどね、昔は飼ってましたけど最近全然飼ってなかったんですけど、地元さんと思うとね、なんていうか愛着が湧くというか、なかなかのサイズだと思うんですけどね。ワイルドだとどうでしょう。まあ産地的にはまあ地元さんレア産地だと思います。はい、私もう何十年もね10日採集してますけども、初めてなんで、一応採集記録みたいなの何十年前にあるとはいえね、まあかなり薄い産地だと思うんで、もういないと思ってたんですけどね。まあ大クワガタは取れることはないだろうと思っていたんですが、ちょっと高い位置にね張り付いて、でも一瞬で分かりましたね、あ、大クワガタだと。まあ網とか持っていっていないんで、どうしようと思って、まあ、近くにちょうどいい木の棒が、枝というかね、棒があったんで、それで、こう、はたき落としたというか、落とした場所がちょっと悪くて、見失いそうになったんですけど、もう死に物狂いで探して、はい、ゲットしました。まあね、でもメスが取れない、ね、まあ、このこいつの寿命が尽きる前にメスが取れてくれればいいけど、まあメスが取れたところでね、まあ多分メスは持ち腹だと思うんで、こいつの子孫を残すことはできるか、まあ持ち腹で産ませて、その生まれたメスにこいつをかければいいわけですね。はい、かければこいつの子孫は残せますけども、取れるかな。まあこいつがまあ新生虫だとして、まあ長く生きていいよね、極端に長く生きてくれれば5年生きるかもしれないけど、5年以内にメスが取れるかどうか、5年じゃダメなんだ。まあ、3年以内に取れれば子供が取れてそれにかけることができますけども、3年以内にメスが取れるか、まあ、取れなかったら仕方ない。近くの産地の、近くといってもね、近くの産地の出品はメス単品出品は多分ないと思うんですけども、まあ、それ妥協してね、妥協するしかないですけども、ワイルドだからかこう挟んでくるんですよね。多くはまあ昔飼ったことありますけど、飼育品だとこう挟んでこないんですよね、多くは。またね、でもこいつ挟んできますからね、やっぱワイルドは違うなって感じがしますね。まあ訪中包丁を疑い始めたらもうキリがないですけども、まあ私はこれをワイルド、完全なワイルドだと信じていますそれだけです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。何を話すか決めてなかったんでただ嬉しかったんで撮り始めましたけど、ちょっとグダグダでしょう、すいません。5分ぐらいグダグダ話しました。それではまた。一昨年だったっけ、平田初採集に続き今年は大久保初採集ですわ。嬉しい。